それではチャンピオンのクリスティー・マーチンご紹介しましょう。アメリカフロリダ州オーランド出身の29歳で89年にプロデビューしています。女性ボクサーとは思えないようなパワフルなボクシングで女子ボクシング界のスターになりました。ドンキング傘下に入ってからはビッグイベントのアンダーカードにしばしば登場しています。ここまでの成績は35戦32勝1敗2引き分け、32勝のうち26の KO 勝ちがあります。はい、対する相手はですね、イズラ・ガーグラーといいまして、こちらはアメリカ・ジョージア州アトランタに、ホームを置きます、挑戦者であります25歳。早速ご覧いただきたいと思います、クリスティ・マーチンとイズラ・ガーグラーが対戦します、WBC 女子世界ライト級のタイトルマッチです。WBC 女子世界ライト級タイトルマッチ8回戦です。クリスティ・マーチン対イズラ・ガーグラー。この試合はおなじみの1ラウンド2分で行われます。8回戦、アメリカ・ニューヨーク・マジソン・スケア・ガーデン、この殿堂で女性の試合がこれから展開されます。 Here we go with the WBC Women's Lightweight Championship scheduled for 8 2-minute rounds of boxingPresenting to you first on my right, fighting out of the blue corner, wearing purple trunks with black trim, joining us from Atlanta, Georgia. She weighed in at 138 pounds with a record of 9 wins, 1 loss, and 1 draw. She has 5 wins coming by way of knockout. Please welcome a fighter known as the Raging Beauty, Izra Gergra. 挑戦者です。Izra Gergra.And her opponent across the ring on my left, fighting out of the red corner, taking the boxing world by storm. She enters the ring wearing her traditional pink trunks with white trim, fighting out of Orlando, Florida, by way of Mullins, West Virginia. She weighed in the same weight, 138 pounds. Her record stands at 32 wins, 1 loss, 2 draws, 26 big wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, please welcome the woman pound for pound champion, the WBC Women's Lightweight Champion, known as the coal miner's daughter, introducing Christy Martin.歓声が湧き上がっています。前回の試合が6月28日、ホリフィールドタイトン戦、第2戦の前座カードとして行われました、過去1勝1敗のデフォンに7ラウンドテクニカルノックアウトが勝利を収めています。それ以来2ヶ月ぶりの試合です。レフリーはサム・ビルエットさんです。1ラウンド2分です。パウンド・フォー・パウンドチャンピオンシップとも銘打たれています。さあ、クリスティ・マーチン、今日はどういった試合を見せてくれますか。まあ、この対戦者のですね、イズラ・ガーグラーのニックネームがレイジング・ビューティーっていうんですね、はい、まあ、吠える美人っていう、吠える美女ですかね、うっと左ヒールブローを伸ばしていくのはガーグラーです。2人のウェイトは一緒です。138パウンド 62.6 キロです。レフから身を返していきます。ミフク、いつものように力強い、おーっとパンチをミフク持っていきます。マーチン、左の肩に入れ墨を入れています。タトゥーが入っているガーグラー、蜘蛛の巣のようにも見えました。左ック、いいジャブ出してますよね、はい、あ、相手のブロックを弾き飛ばしたような、そんなパンチ。左、いや、ボディーブローです。ドンキングと契約しまして、クリスティーマーチン、新しい契約がスタートしています。一度ドンキングと揉めたんですよね、ちょっと干された時期があったんですけど ね、新しい契約ができたようです。しかしかなり試合数をこなさなければいけないんじゃないかと、その辺危惧をしていました。
しだし、かなりあの高級車を、ね、プレゼントしてもらったり、かなりドンキーに目をかけてもらっている現在の状況ですからね。いや、もうもっとお金が欲しいって言って、賃金闘争やったんですよね、はい、そしたらもうお前みたいなのいらない、もう出さないって言ってドンキーに開き直られて、そこでですね慌てたんですよね、まあ、やっぱりその、まあ、マネーをめぐるその駆け引きトラブルっていうのがあったようですけどね。第1ラウンド終了しました。少し早く感じます。やはり2分間です。1ラウンド目はこのイズラガーグラーにつけますね。あ、いいパンチ当たって、それでちょっと一瞬あの腰落としかけましたね。はい、浜田さんはそのポイントではなくて、はい、両者の立ち上がりどうご覧になりました？まあ、あのクリスティーマーチン の女性とは思えないような、はい、打ち方というのは、まあ、すごいですね。この試合でもやはり1ラウンド出てました、そのあたりが。まあ、あのただ女性ボクシングの本格的になってきたなという感じするんですね。はい、あ、飛び木ラグラ当たるなんだけど、おっと、飛び木強烈なパンチが当たりました。ダウン、鼻血を出しています。血流すのを見ると何とも言えないところですね。浜田さんは女性のボクシングになりますと口が重たくなります。ダウンは取られましたけどね、このガグラのボクシングなんか本当に、ストレート打ってますよね、はいはい、ですから、まあ、今までは女性というともう力のあるもの、体力のあるものには勝てないという感じを受けましたけど、やっぱり、クリスティー・マーチンが思いっきり振るところ、中から強いパンチじゃないですけどね、はい、中から打ってますよね、はい、大きく振り回しました。左が当たっています。マーチン得意のフックです。パワーが違う、そんなような体つき、まあ、ウエイトはしっかりと一緒です。その人はマーチンの方が重いようなですよね、というような感じしますよね、それで左ガグラボディを打ちます。押し切られます。まもなく第2ラウンド終了です。ここで第2ラウンド終了です。ガグラダウンがありました。10対8ですね。まあ、マーティンのラウンドです。はい、ダウンのシーンでしょうか。その後のような気がしますね。第3ラウンド、あ、飛び出していきました。クリスティー・マーチン体を一生懸命左右に振ります。ガグラボディ2番2、この辺りがおそらく組み立てていくんでしょうけれども、マーチンの勢いに押されています。まあ、マーチンの小さい頃としてるのがですね、まあ、ハズバンドのジム・マーティンなんですけどね、はい、最初自分引退した後ジムやってたんですね、このマーティンが来たんですよね。でも門前払いしようとしたんです。ところがボクシングやってみたいんだ、でそれでやらせてるのが結構筋がいいんでですね、それでだんだん、まあ、それ育てることに興味を、持ち出して、まあ、結局2人は結婚するんですけれど、その、まあ、女性のボクシングっていうのはアメリカでもそんなに機会がなかったんで、ドンキングの事務所行ったんですね。でドンキングの目の前でシャドーボクシングやったんですよ。そしたらドンキングがですね、この子はボクシングができるっていうのを、ね、試しに使ってみたら人気が湧いてきたんですよ。だんだんその倒し屋に、もっと倒し屋になろうとしてですね、トレーニングはもうフォローするですね、はい、打ち抜きの練習をものすごいやるんです、うん、だから荒っぽくはなってきたんですけど、その彼パンチは出てきましたね。ワンツー、インサイドからワンツーを丁寧に打っていくんですが、何せこのパワーに
交代せざるを得ません。おお、左を返しました。よく振ってきます。マーチン、まもなくこのラウンド終了です。ゴングです。第3ラウンド終了しました。まあこのラウンドもまあパワーでその押してますからね、マーティンのラウンドでしょうね。高校大学時代はボクシングで送ってバスケットボールをやっていたそうです。今ではデニス・ロッドマンのファンだというインタビューが載っております。タフウーマンコンテストっていうのがあるらしいんです。で結構、まあ、おてんば大会みたいなんじゃないかと思うんですが、それで結構強かったらしいんですよね。それで優勝したのはなんかボクシングに行ったきっかけらしいですね、はい。まあ、バスケットボールをやっていたというところまでは浜田さんと似ています。あっと左、ただボクシング自体は最初タイソンの前座なんかに出てきた時の方がいいボクシングしてましたね。あ、そうです。浜田さんどうですか、ずっとご覧になってますけども、ボクシング変わってきてます、マーティン。倒し合うというんですかね、これだけ、振り回すところなんか、それでまあお客さん喜んでるのかなというふうに思いますけどね。飛び込んできます。打ち下ろしは当たっていません。私が初めて見た試合、はい、タイソンの前座でやりましたけどね、その時に、まあ、クリスティン・マーチに勝ったんですけど、その対戦相手が本当に基本のできた選手でですね、はい、あの選手と今のボクシングとでやると真ん中打たれるでしょうね。デオドラ5月ですよね、本当に運動神経のいい選手ですよね、ボクシング荒くなってきてますよ ね、 ですね。あの頃はもっとジャブワンツー、それから攻めてたんですけどね、倒さなきゃいけないというのに駆られているようですね。お客さんがまたそれを求めていますから、それと負けてはいけないと、勝ち続けないといけないんですね、クリスティー・マーティン。勝ち続けるための手段としてパワーアップ、それを選びましたからね、まあまあ、クリスティー・マーティン自身 の、 まあ、自分がこういうふうにボクシングしないといけないって、その思考のせいなのか、ジム・マーティンの指導のせいなのか知りません。ともかくストレートが少なくなってきましたね。もうフックで力任せにその叩きつけると、そういうのが主体のボクシングになってきてますからね。第4ラウンド終了です。このラウンドも、まあ、マーティンの方がもう攻めまくってますから、まあ、構成そして有効打ですね、はい、マーティンの10対9です、はい。それから、まあスパーリングパートナーというのはいいそうで、それは女性じゃなくて男性なんですけどね、女性ではもうちょっとこのパワーに対抗できないというので、ウェルター級の選手を使っているということです。それからヘビー級の選手も、パートナーとして呼んだりしているらしいですね。だけど相手は本気になって打たないと思いますよね。受け役に回ってるんだと思いますけどね、第5ラウンドです。ウェメンズパウンド4パウンド出ています。パウンド4パウンドっていうのは全階級を通じてっていう意味なんですけどね、はい、今のところは選手人口が少ないですから、まあ、パウンド4パウンドって言えばですね、まあ、ヘビー級からそのストロー級まで、それだけです。まあいろんなクラスがあってパウンド4パウンドっていう意味だと、意味がありますけどね。ミルマデコ左を返しました。あーと試合が決まるか。左に強烈なフックが入ります。ベストのパウンド4パウンドはという言い方をしなきゃいけないわけですね。ナンバーワンパウンド4パウンドだと、そうですね、本来なら、まあそれは英語的な考え方ではないのかもしれませんけど、まあ、だけど書いてあるものを見ますとそういう卓球をしてますからね。そうですね、まあイメージ的なものなんでしょうね、こういうタイプ。まあおーと、まあ、古代広告とまで言うと言い過ぎかも分かりませんね。これはやめときましょう。左フックを返します。
まあ、実際こういった工業的に非常に価値のある女性、チャンピオンですので、WBC としても、まあ、名誉勲章といいましょうか、名誉ベルトですよね、はい、それを作りました。それを持っているのがこのクリスティー・マーティン、先ほどちらっと画面に映っていました。1-2、レイのアンクを打ちます。しかしそれを上回る、先ほどから言っていますこのパワーがあります。左をつかなくなりましたよね、以前ほど。あっと足を取られました。そうですね、確かにもっとはリードブローを使っていたような気がします。第5ラウンドを終えています。まあ、このラウンドもイズラ・ガーグラーがですね、2ワン、ツー当てましたけれども、全体を見るとですね、やはりマーティンの方がラウンド支配してたと思いますね。WBC の女子の世界ライト級タイトルマッチ8回戦です。第6ラウンド、まあ、今日はちょっとけなしてばっかりなんですけど、このクリスティー・マーティンはですね、 2,3 年前までもっとスマートだったですよね。あ、そうですね、以前の VTR とか見る機会があるんですけど、確かにスラッとしてましたね。なんか胴回りが太くなってですね、なんかちょっとビアダルみたいな体になってきましたね。どうですか、その辺。はい、まあ、パワーアップしてるんでしょうね。あ、そうですね、トレーニングでつけた筋肉じゃないですか。左を出していきます。向こう側でドン・キングもじっと見つめています。まあ、このドン・キングの、まあ、アトラクション的な試合、タイソンの前座カードによく出てきますこのクリスティー・マーチン。一方トップランクはバター・ビーンなんですよね、はい、太っちょの、ね、アメリカ人です。4回戦キングですよね。まあ、現在の流れとしてアメリカではこういったアトラクション興行の中に入れてくる傾向があるようです。このラウンドガーブラいいですね、おっと、おー、いい左手だ。最後振ってきます。下から上に打ち上げていきましたクリスティー・マーティン。足を使い始めています。レイジングビューティー、こういった異名を持ちます。イズラ・ガーグラー、イズラ・ガーグラーです。まあ、レイジングブルーっていうのがジェイク・ラン・モッターっていうのあのニックネームですよね。ロバート・デ・ニーロがその主演したあのジェクラ・モッタの、映画がありましたけどね。ゴングです。第6ラウンド終了しました。そのこのラウンドはガーグラーに当たります。そうですか、はい。まあ、浜田さん、はい、男性でもなかなかこのマイソンスキャーガーデンでね、こういったボクシングの試合をするっていうのはないことですけども、女性としてはこれどうなんでしょう、過去の記録初めて名誉あることかもしれませんね。それだけクリスティー・マーティンが女性ボクシングを一人で引っ張ってるということも言えるんじゃないですかね。確かに今アメリカではそういう感じが強いでしょうね。この人の人気で支えられている現在のこの人気は。あ、そうです。おー、右に当たりました。今までで一番打たれてないですかね。打たれてはいない、打たれてないっていうの、打たれていないですかねっていうことですね。打たれているんじゃないか、打たれているということですね。当たってますか。よく打たれてるような感じしますね、普段よりも。普段は打たれる前にバットするっていうのはありますけど、まあ、それだけもう再復主体のボクシングになって、その真ん中ちょっとワイドオープンになってますね。確かに4つとかよく入ってますね。ボガティの試合も結構こう打たれましたよね。確かにボガティはいい選手だったよね。ただもうボガティ最初にやった試合ですかね、放送としてやった試合ですね。今日の出来でですね、あの選手とだったら打ち込まれてるでしょうね。今日の出来はそれほど何人もでしたかね。全部横から振ってますからね。この
ガーグラーのそんなに強いパンチじゃないので中から打たれてますからね。最初にやったあの選手のパンチなんかだとやっぱりモルに行ったでしょう。第7ラウンドまもなく終了します。お客さんは沸き上がっています。お客さんは、ね、このガーグラーを応援してるんですよね。第7ラウンド終了しました。先ほどは打ってなかったですね。福島人は鼻血出やすいタイプかもしれないですね。前回も出してましたね。そうだ。さあラストラウンドです。まあ、7ラウンド目はですね、まあ、ガーグラーのクルットの方を取りたいですね。あ、そうですか。はい。まあ、後で追い込んでいってですね、ワイルドなパンチ当てたんですけどね。アメリカっていうのは西部ですね、はい、でまあ、ロサンゼルス、ラスベガスとその東部、ニューヨーク、そのアトランティックシティ、はい、そういうところ、ニュージャージーとかってですね、結構対立意識があるんですね、はい、でこのクリスティ・マーティンっていうのはやっぱりあの西部のスターなんですよね。そこでニューヨークの観客とかボクシング人たちは結構批判的なんですよね。冷たいって言いますかね、はい、この試合でも、うん、クリスティ・マーティンの相手が応援してるんですよね。あ、何も出てきます。あ、分け合ってます。コーナーに入りました。あと30秒。マーティンはもうなんとか倒そうと必死です。力の強い人間がなんか弱い者いじめしてるみたいに思うわけだよ、ね、だからそのガーグラーのパンチが当たったらお客さんがうわーって騒いでますね。この辺のリアクションというのも面白いですよね。これゴングです。安定になりました。まあ、そう言われたように、今日もクリスティン・マーティンかなり右方が腫れてますね。ほーっていう感じですね。あれ、ブーイングも聞かれます。すみません、分かりませんでした。胸が腫れてましたね。Judges Eva Shane and Ron McNair, they both agree scoring the match 78-73. All three in favor of the winner. 78-74. そしてあとの2人がですね、78-73。4ポイント差が1人、そして5ポイント差が2人。マーティンの勝ちですね。はい。ラインラウンドでもダウンを奪っています。なんか歓声とブーイングが交錯したこの最後になりました。